嬉しいじゃないですか。ほんと食欲かきたてる。これ、この味。さあ、私が今日突撃するのはこちら。今年オープンしたばかりの大判焼きの専門店高広です。ここ私オープン当初から何度も来てるんですよ。大ファンの大判焼きなんです。多分みんな食べたらファンになると思います。行きますか。こんにちは、お邪魔します。いや、いい香り。もう早速焼いてらっしゃいますね。これキーマですね。はい、抹茶とかぼちゃのあるキーマ。そう、そうなんですよ。これ大判焼きなんですけど、お惣菜系でキーマもあって、このキーマがめちゃくちゃ美味しい。店長さん的おすすめはカフェラテかな。カフェラテ。そしたらあんこ、はい、クリーム、はい、チョコ、かぼちゃ、抹茶、キーマ、カフェラテ、全部ですね。全部だった。あー、でもなんかこの生地持った時のホタホタ感がね、大好きなんですよ。じゃあいくよ。はい、キーマ、これこれ、もう、はい、これ。ねえ、本当食欲かきたてる。柴田一押しのキーマからいただきます。うん、うん、最高。これ、この味、この味を求めて。私は味しに通っちゃうんですよ。結構スパイシーなんです。なんですけど、このやっぱり大判焼きの皮が甘みあるんで、なんとも言えないハーモニーなんですよ。スパイシー甘いみたいな、わかる。このスパイシーさを甘みが程よく抱え込んでくれるっていう感じで、なんかやっぱり皮もすっごくもっちりなんですよ。だから私、ここの皮のファンでもあるかもしれないですね。うん、おー、きれい。あ、すごい、カフェラテの香りする。私もこれは食べたことないから気になる。美味しいじゃないですか。美味しいわ。コーヒーの香ばしさもあるんですけど、ミルキー感もある。全然クリームが甘すぎない。だからここのね、大判焼き止まんないの。やっぱあと皮だね。何回も言うけど皮が美味しい。うまいことじゃあ、うん、締めてた。こんな無茶ぶりある。店長助けて。美味しい大判焼きを食べて、あなたのハートを、おー。